松尾だ、来い、ちょっと来い。はい。あ、もう一大事が起きてる。何？これはもうちょっと何早めに決着つけないと。決着？めちゃめちゃね、伸びてきてる、みんな中日ドラゴンズ系のさ、やってる人いっぱいいるじゃん。めっちゃいる、中日は特に。俺の立場が危うみんな超詳しいし、本気で好きだしね。はいはい。その中でもなんか DD 出た。なあ、あいつは出しんだよ、名前。おう、何名前の SnowMan のデビュー曲じゃねえよ。あ、違う。動画さ、どうなの、登録者とか伸びてる？もうめちゃめちゃ伸びてる今。勢いやばい。やばい、今本当にすごいよ。危ないな。出る釘は打っとけましょうということで、はい、今日は DD 佐藤さん来るから今日の企画いきますね、はい、今日の企画、DD 佐藤巨人ファンにしよう。そんなこと実際ないんですけどね。で、巨人ファンあんまりいないじゃん、 YouTuber さんで。確かにいないの。ユーポンぐらいでしょ。ユーポンも別にそんな巨人してないけどね。あれは坂本の真似してるだけだから。坂本してんだから。そうあれ、ちょっと今日はちょっと勝間さんに協力してもらって、はい、DD さんを巨人ファンにしていく。じゃあ DD さん呼びますか。はい。じゃあどうぞ DD さん。うわぁ、わぁ、DD さんだ。最高で、よく見かけます。ありがとうございます。はい。勝又がよく拝見させていただいて、ね、ありがとうございます。はい、はい、ちょっと改めてですね、各局チャンネルです。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今日はなんでコラボを受けてくれたんですか？あ、そうですね、まあ、かきこきチャンネルさん、今、あの、セリーグチャンネルっていう、はい、セリーグ TV か。セリーグ TV。セリーグ TV という形で、まあ、結構伸びているというところで、はい、まあ、僕もね、あの、同じドラゴンズを応援する身として、はい、まあ、直球さんといろいろ語り合ったり、あるいはね、あの、いろんな、まあ、バラエティ系のコンテンツにも顔出せればなと思って、はい、来させていただきました。よろしくお願いします。でも、本当に中日ファンなの？いや、中日ファンですよ。いや、もう、中日ファンだろ。本当に？うん。最近のなんか、立浪がとかで、ね、それをちょっと面白くいじってるさ、そういうことね。みんな流行りに乗ってきただけじゃないの？あー、なるほどなるほど、その辺どうです？いやー、まあ、それは登録者が物語ってるかなと思ってて、結局、僕が、ああいう動画を出して、なぜ登録者が伸びてるかって、それに共感してくれる人が多いからなんですよ。支持者が多いと。で、その支持者はどういう属性かって言ったら、ドラゴンズファンですと。ドラゴンズファンが思ってるよりもど真ん中のことを、あえて顔出して言う。そういうスタイルで、やっぱファンがついてきてくれるのかなと思ってるんで、これやっぱね、なんか、あの、あ、ちょっと数字伸びそうだからやろうとか、そういうメンタルじゃできないですよ、これは。そうだよね。まあ。答えてるな。いつぐらいから中日は見てるんですか？そうですね、僕は2004年からですね。どの試合見に行ったとかあるんですか？さすがにちょっと見に行ってないんだよね。2004年、あの、ドラゴンズが日本シリーズ出たし、年ですと、はい、日本シリーズの第4戦かなを見に行ったのは覚えてますね。2004年ですか？2004年。ここにあるんですよ、僕ら小学4年生ですからね。じゃあ勝間の2004年クイズいきますか。2004年クイズいきますか。もうお前さ、選手の写真とかお前切り取ってるからさ見えないのよ。ほら、キモい趣味でしょ、こいつ。子供の頃よく聞いとったな。この丸×三角、丸×三角とかって何？俺が勝手に査定してんだろ、ね、小学校の時に。僕も引退した選手、×つけたりしてやります。やりますよね。岩瀬ひとき20丸とか。山井大輔、×。山井大輔、×になってます、ね。当時の俺の目には刺さなかったでしょうね。じゃあ、行きます。2004年始まる前。に、中日に在籍していた外国人選手、山手線形式でお願いします。せーの。アレックス・オチョア。リナです。リナです。タイロー・ウッズ。はいはいはい。ドミンゴ。あ、ドミンゴいますね。チェン。ちなみに、タイロー・ウッズは2005からです。おー、タイロー・ウッズいません。あれ？お、すげー。その時なんかバルデス、バルオジじゃないバルデス、います、ね、います、います。いや、すげえ。こんな感じです。まあ、でも、にわかではなさそう。にわかだと思われたんですよ、僕。他にセ・リーグ好きな球団とかあるんですか？いや、ないですよ、もう。中日一択。中日一択。じゃあ、家も、もう中日。母親、阪神ファン、父親、巨人ファンで、僕、中日ファン。嫌な血が混ざってんなテレビの取り合いですからね、もう。もう、
リーグ優勝の争ってた時あったね、その3チームで。そうそうそう、ちょうどその頃僕はね、実家にいましたから、はい。僕はもう実家は出てるんですけど。なんで俺を見せない。いや、ちょっとなんで。親どんな采配してんだよ。采配じゃないよ。違う、親もびっくりしてる。采配ミスじゃねえあれ出したつもりが戻ってきたんだよ。カトタク、カトタクなんて、そう、カトタク。カトタク高城。C って言うならどこ好きなんですか、巨人ですか。C っていうのは巨人で、いや、ないっすよ。な、僕はない。巨人ファンに。巨人ファンに。ちょっとでも、あ、でもまあそうっすね、あの、うん、父親やっぱね、自分の最初の趣味に父親に行くみたいなところが、うん、それで野球も始めましたし、うん、確かに。あ、野球やってたんですね。はい。で、あの、松井がこうテレビに映って見てたんで、松井正人秀樹の方ね。ああ、祐介じゃないですか。祐介でもない。え、そっちやね。家族喧嘩もびっくりしてる。ちょっとなんか巨人の日本とかつなんでなんで来てもらう。もういっぱいあるでね。いっぱいあるんで、うん、あれ、でもね、いるよね、こういう体つきいいから似合ってんの。でも僕はこれ着るとジージー佐藤になっちゃうんですよ。あ、 DD ってドラゴンズ大好きってことか。あ、そう、あの、ドラゴンズの D を取ってジージー佐藤みたいに呼べるみたいな感じです、ね、なんかどこでも大好きの役かも。あ、じゃあ、ミーハーじゃないでしょ。巨人似合ってるなぁ。ライトスタンドにいそうだけどね。これでちょっとあの、サムネ撮って、はい、巨人ファンになりました、こいつ。どうですか、勝間さん的には。いや、俺、なんだ、ライトスタンドお会いしましたぐらいに守ってる。そうだよね、生ビールと思ってた。その前の背中でこう見たことない気がするんだけど。お弁当とか食ってそうだよね、巨人の東京ドームに行って。いや、別にどこ聞いてるの売ってんじゃん、本当なの。蝶野の逆戻り弁当みたいな。そうじゃねえよ。ちょっと俺、これ来てもらってください。赤いな。今日も企画趣旨とかね、聞いてないですけど。これは、いや、まあまあ、あなたたちが撮りたい動画なんですか。あー、これも似合うね。もういけ、広島とかどう、もはやどこでもいいの。セリーグなんで、うちの。あ、はいはい。セリーグを全般の話やっぱしてるんで。なるほど。これで、なんかいけるんであれば、ビンスさんに代わってカープ枠みたいな。あ、そうそうそう。あー、全然、全然、あの、自由契約なんで、うち。カープに関しては。そうそう。カープはどうなんですか。カープは、そうですね、2004年から僕ドラゴンズ応援したって言ってるじゃないですか。うん、これ結構ライブでも言われる、もう散々言われるんですよ。なんで東京なのにドラゴンズファンなんですかって。なので、これからも聞かれたらもうこの動画見ろって言おうと思うんですけど、あの、2002年までは、さっき言った通り、お父さんの影響でジャイアンツ応援してました。オリバーカーンとか。で、2003年小学校入るぐらいの時に、俺もなんか、あの、いろんなチームを応援するようになりたいって思いが芽生えて、2003年はカープを応援したんですよ。2004年はじゃあまた別のチームを応援しようって言って、はい、ドラゴンズを応援して、その年に優勝したの。そしたら、もう別に他のチームを応援する理由もなくなって、ドラゴンズ強いからつって、結局そこからドラゴンズ応援し始めたのが、あの、騙された最初ですね。特殊詐欺みたいなもんですからね。あ、じゃあ結構ルーツは、広島みたいなとこあるんですか？ 21 年前まで遡れば。おー。うん、ちょっと言って前に来ましたね。はい、オッケーです。なんか、しっくりきたユニフォーム教えてください。いや、ないよ。どれもしっくり来ないよ。あ、なんか一番しっくりしてる。あれ、似合ってる。ヤクルト顔だよね、でも。初めて言われた。神宮っていうのがいいな。もう、神宮思いちゃってる。ヤクルト結構好きですか？あの、青木選手が早稲田出身ですから。そう、早稲田好きなのは何なんですか？早稲田出身なんですよ。頭いい。早稲田出身。早稲田出身だったんですね。あれ、あの、マミコと同期っす。それは、パワーマッチだ。パワーマッチ。マミコと一緒にバレーボールの授業受けてたんで。元チームメイトです。すげえ。ちょっとマミコにその、俺の元カノマミコドッキリっていう動画撮ったんですよね。見ました。あ、サムネだけ見ました。サムネだけ見て爆笑して終わったんですけど。あれをちょっとマミコにちょっと見せてもらえると。ちょっとまあ、次行きますか。ロッテいいですか。ロッテどうすか。ロッテですか。ロッテはね、そうですね、ゾゾマリンの思い出といえば、2019年ですかね、柳投手を完投した試合見に行ったんですよ。ビシエドが、決勝タイムで打って、周平がダメ押しツーラン打った試合なんですけど、ダメ押しツーラン打てんだ。その試合見に行ったのを覚えてて、ちなみにその次の試合が6月の試合ですね。強打が継投して。あ、そうっす。
よく俺らも知らせてもらってますね。9月だったんだね。Tさん、パリーグはどんな感じなんですか？そうですね、特に、まあ、一時期ファイターズ応援した時期があったので、僕、まあ、アマチュア時代野球やってて、アマチュア時代のスターがこうファイターズに入ったんですよ。浅間と高浜と。彼らも、僕、小学校の時代から知ってて、その二人が同じ横浜高校進んで、同じファイターズ進んでってことで、パリーグどこが好きかと言われれば、まあ、今もね、ドラゴンズでファイターズに活躍してますから、ファイターズかなって。ファイターズいいかな、じゃあちょっと何でもあるな、ここあー待って、これ一番似合ってるわ、ここか日ハムファンで今後日ハムの動画を出していってドラゴンズやめてくれんな、これ差し上げます、まあ、30番だったらそれも飲めたかなと思うんですけど、ちょっと24番なんで、なるほどね、24、俺も一番嫌いよ24、なんで高橋由伸、あ、間違えない、クックやし今のところ一番しっくりきてますね。ファイターズは結構やっぱ競合強いじゃないですか、ハムショーさんとか。あ、YouTube 的にね、ハムショーってのは何なの？まあ、なんか癒し系なボイスで、癒し系なボイス、的確にまずくないドリンクを当てる人、ドリンク公式性は結構あるかなと。ああ、じゃあ結構お仕事もらえそうな感じなんだ。そうですね、カキコキチャンネルとかとは違って腹立つなー。ハムショーちょっとなんか見たことないけど腹立ってきた。まあでもやっぱ、でもセリーグっすか？ドラゴンズだってちょっとまだ調教されちゃってるねー。オリックスはまあ微妙かな。どう？まあやっぱりB モレルさんがいるからね。あー、オリックスは。B モレルさん仲いいんすか、結構。あ、仲いいっすね、はい。まあじゃあオリックスはちゃうか。どうですか、来た感じは。そうですね、来た感じはさておき、まあラミチャンネル結構編集のクオリティ高いんで。ラミチャンネルも網羅してる、うん。セリーナチャンネルどうですか、セリーナ。違う、セリーナチャンネルじゃないね。セリーナチャンネル。辰巳セリーナチャンネルは、僕とほぼ同時に始めたんですよね。あ、そうなんだ。で、なんか、辰巳のゴールデングラブ賞受賞式とか行って、ポーンと登録者が増えて、こんなずるいだろうとか思ってたらね、まあ、今ではね、僕の方が登録者多いんですけど。あ、そうなんだ。結構ライバル視してたんだ。はい。でも、辰巳が大学の時に小武道をね、専攻してたっていうのは。え、その情報ね。あ、そうなんだ。小武道なんかいらんから。あ、まあ、じゃあ最後ちょっと、あれ、ああ、田島。田島。いいっすね。でも僕がこの本命に来てるのって、珍しい。初見なんじゃないですか。トンビジエミなんで。まあ、じゃあまあ。まあ、ホームはいい。一番なんか気持ちよく多い。ちょっとホームは譲るじゃん。お前何をしたいの？まあ、でも DD さん、やっぱ中日が2班が一番。まあ、ちょっとうまい具合に中日はやってもらいます、そしたら。どういうこと？なんとか、直球さんすごいよって。DD さんの視聴者さんに、あ、じゃあ直球さん結構いいじゃん。っていう感じにしてもらえるなら、なるほど。中日ファン続けてもいい。はい。売名してくれってことですかね。確かに、まあ、この間、僕、ライブ配信したときに、ちょうど今日の撮影のやり取りを直球さんとして、あ、はいはいはい。ちょうど今、ある方とのコラボが決まりました。皆さん、誰だと思いますかって言ったら、カキコキチャンネルって言ってる人、誰もいませんでした。いない。いるわけないもんね。いないよ、そりゃ。アウトロインハイ、アリサみたいな感じで。アウトローさん。アウトローさんは、カキコキチャンネルが解散するってなった時に、一番悲しんでくれました。一番心配してくれました。一番心配してくれてたんで、存じ上げてます、ね。もちろん僕もそうです。やっぱり中日の支持率を上げていきたいよね。はいはい。そうですね。もちろんそうです。ちょっと D さんとはうまい関係構築していきたいと思ってるんですが、とりあえず今日の企画は失敗ですね。でね、どういう企画だったんですか？DD さんを巨人ファンにしようっていう。だいぶ前に頓挫してますね、だとしたら。これサブチャンネルですかね。DD さんの規制解除になっちゃう。皆様、本日もご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。ナイスバッティング！ゴーチャイアンツ！